さは長篠の戦いで鉄砲隊を率いて活躍したさっさなりまさは金ヶ崎野の,の菊池で羽柴秀吉を助けて鉄砲の二段打ちで敵を撃退したさっさなりまさは長島一向一揆の征伐の最中に嫡男である松千代。 十三歳で失った。次男は存命であったが、成政と共に北陸に行くことはなかった。